どうもハンサムクロージです。今日はミスタードーナツの新しい商品を食べます。ドーナツじゃないんですよね。パイです。パイが出てました。陳建一ザ四川スペシャルっていう麺も出てるんですけど、エビチリパイ、チャーシューパイ、そしてごま団子風パイの3つを買ってきました。エビチリパイ、チャーシューパイ、ごま団子風パイ、響きがなんか可愛いですね。風パイ、どのパイがね一番美味しいか僕の独断と偏見で決定したいと思うので、まずはエビチリパイから食べてみましょう。じゃん、これがエビチリパイです。六角形のパイで結構大きめで、中にエビとチリソースが入ってます。香りも、ああエビチリの香りだ、いい匂いです。いただきます。うん、うん、おいしい。うん、なるほど、エビチリパイごちそうさまでした。そんなにエビチリ感ないというか、味もそこまでめちゃめちゃ濃いわけじゃないので、いっぱいエビがめちゃめちゃ入ってるわけじゃないし、エビといったらプリプリなんですけど、プリプリっていう感じでもないしね。一応サイトには唐辛子のマーク書いてるんで、ちょっと辛いのかなと思ったんですけど、辛さもほとんどないので、うん、パイが美味しいですね。やっぱミスタードーナツ、なんせ側が美味しいし、厚みがあって、生地の美味しさはめちゃめちゃしっかり感じられるなと思います。ヨンハンサムです。次、チャーシューパイいってみましょう。はい、チャーシューパイめっちゃでかい。ちょっと切っちゃってますけど、めちゃめちゃでかいです。これ香りもなんか独特の中国料理の、中華料理のなんかお酒っぽいような、なんかめっちゃいい匂いします。で、断面も綺麗、肉がねしっかり見えてて、いただきます。うん、うめ、はい、チャーシューパイごちそうさまでした。これ美味しいですね。説明にも書いてあるんですけど、チャーシューに合う特製のジャン、特製のジャンを使った甘辛ソースって書いてて、ほんとそんな感じで、なんか香りも風味も独特なんですけど、甘辛くてパイとも合ってるし、お肉も美味しくいただけました。結構僕好きですね。まあ肉がめっちゃ好きっていうのもあるけど、肉というかもうチャーシューがやっぱ好きですよね。小さい頃からあのラーメン食べる時もチャーシュー最後まで取っといて、麺のためのチャーシューのはずなのにチャーシューだけ食べてて、もうちょっと序盤で麺と一緒に食べればよかったなって後悔することを毎回やってます。僕は美味しいもの後に取っときたい。チャーシューを特別扱いしてるので、すごい美味しくいただきました。まあめっちゃ褒めたけど、でももうちょっとお肉入ってたらもっと嬉しいかな。ログハンサム、最後はごま団子風パイいきましょう。はい、ごま団子風パイ、ごまがいっぱい乗ってますね。大きさはあのチャーシューパイと同じ感じで、風味豊かなごまって書いてる。なるほど、断面はもう真っ黒。これごまあんなのかな。あ、何この匂い、ごまあんってこんな匂いだっけ。いい匂いです。香ばしい、なんかもうほんと黒い匂い。あ、お餅も見えますね。わかります、ちょっと見えますよね。ああ、あるある。いただきます。うん、うまい。うまいですね。
はい、ごちそうさまでした。美味しかった。白玉が入ってるんですけど、お餅とあんことパイっていうのがね、ま、最近だとあれですよね、マックの月見パイとかの感じ。てか元々のごま団子って表面がごまでコーティングされた団子がもう揚がってるから、ちょっとサクサクっていうかパリッとしててもっちりしてて、中のあんこが甘くてっていうね、その感じをちゃんと再現できてるというか、すごく美味しくできてるなと思いました。僕が好きなのはあの白ごまのごま団子で、中が普通のあんこなんですけど、黒ごまプラスごまあんっていうのもね、美味しいんだなって今回発見ですね。ボリュームもあって、お餅もね多分ね2個ぐらい入ってる。あんこもたっぷりで、パイのサクサク感もしっかりあって、満足できました。7ハンサムです。はい、やっぱりミスタードーナツはドーナツのお店、お菓子のお店なんで、甘いパイの方が美味しいですね。そういうことです。チンケイチさん、シェイシェー。ということで、一番美味しいのはごま団子風パイ、気になる方ぜひ食べてみてください。余談なんですけど、僕夢を見ると結構引きずっちゃうタイプで、リアルな夢見るとすごいちょっと引きずるんですよね。あの今日見たのは、僕の母親が自損事故を起こす夢だったんですけど、車のね、めちゃめちゃリアルで、目の前ですごい電柱に2回ぐらいぶつかってて病院に運ばれるっていう夢見て、夢の中で僕もあの怪我で済みましたっつって帰ってきた時に、よかったっつって僕は泣いてて、あ、僕にも人の心あるんだなっていうのをあの感じましたね。あ、そういうふうに思うんだなと思って。一応深層心理じゃないですか夢って。だから心の中で結構両親大事とか思ってんのかなみたいな思いましたね。そんな実家にも頻繁帰んないんですけど、意外とこうちゃんと心配とかするんだなみたいなこと思ったりとか、不思議ですね夢って。夢占いとかめっちゃ見るんだけど、当たってんのか全然わかんない。大体いいことなんですけどね、怖い夢って。まあそんな感じで、秋ってなんかぐっすり寝ちゃいますよね。皆さんもぐっすり寝てゆっくり休んでください。雨の日とか特にね。ということで、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ハサムクルージュでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。